アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、教官が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年9月10日場所は神戸王子スタジアムにて2022Xリーグディビジョン3ウエスト第1節、この第1節最終戦となります。リードエフォートエールズ対クラブベアーズの一戦が間もなく行われます。試合開始前の試合の影響がありまして、17時30分に変更して行われる予定になっています。この配信は X リーグディビジョン3ウエスト全13チームの共同企画によって実現しております。先ほど画面に映し出されていた数々の方々のお名前は、この協賛企画に賛同いただいた方々のお名前です。皆様ご賛同ありがとうございます。この企画は現在も継続させていただいております。この配信にあります説明概要欄のところにあります申し込み URL のところをクリックしていただきますと、こちらの企画に現在からでも参画することが可能になっておりますので、その意ある方はぜひご協賛ご協力をお願いしたいと思います。この配信を担当させていただきますのは、私道楽屋リチャです。個人でやっておりますので拙い内容にはなりますが、できる限りそのお役に立てるように配信を務めたいと思いますので、皆様ご協力をお願いいたします。まもなく起これます。この両チームのご紹介をさせていただきます。手前側カメラ側になります。ホームスタンド側に陣取っております、本日カラーのユニフォームをまとって黒のユニフォームになっておりますチームが、リードエフォートエールズ。2019年に新設された新規の加盟チームです。 X3 にその新風を吹きつけ、昨シーズン一気に優勝を果たし成し遂げました。昨シーズン昇格できなければ敗部とまで誓ってそのチームを鼓舞し、優勝を果たし、そして入れ替え戦に進出し、 J スターズにあと一歩まで攻め入りましたが、しかしその夢は果たせませんでした。一旦は公約通り解散という形を取りましたが、しかし多くの方々のご支持を、その言葉の意を受けて、あえて再結成という形でこのチームは再びこの X3 の地に戻ってまいりました。私もその勇断を尊重したいと思います。戻ってきてくれて本当に嬉しく思います。同じく編成を経ました、その歴史を持っておりますのが、対戦します今日はホワイトのユニフォームをまとっていますクラブベアーズです。こちらは1989年、その名をマイカルベアーズとして、かつて関西においてその名を轟かせた強豪です。しかしその母体でありましたマイカルの参加から外れたことにより、チームはクラブチーム化し、一度は、その浮き目を合いましたが、しかしその意を受け、そして多くの方々の声に応えるように現在も活動しております。この両雄の一戦が間もなく行われます。令和4年9月10日神戸王子スタジアムにて行われます 2022X リーグディビジョン3ウエスト第1節の最終戦です。クラブベアーズ対リードエフォートエールズ、両チームによる試合前のコイントスが現在行われています。小井野様、メッセージありがとうございます。エールズのエールをいただきまして非常に心強いと思われます。エールズは昨シーズン一旦は解散することによってチームの陣容は大きく変わりました。しかし多くの方々のその小井野さん含めたさまざまなご意思、そしてご声援を受けて再結成という形で再び X3 に戻ってきました。その新たな第一歩となるリスタートのこの一戦、ぜひご観戦いただければと思います。
なお本日は1試合目、非常に、回線が不安定なため、冒頭にして回線不通によって配信が途絶えてしまうというトラブルになりまして、配信ができておりませんでした。大変ご迷惑をおかけいたしました。後日1試合目にありました昌栄ブレザーズ対広島ホークスの一戦は、私のカメラに録画しているものを編集しましてアップさせていただきます。私のブログの方にそちらは掲載いたしますので、ぜひこちらの方をご視聴いただけましたらと思います。コイントスの結果、クラブベアーズリターン、リードエフォートエールズキックオフで試合が始まります。ピノ様、ムスン様、ベアーズの応援メッセージありがとうございます。両チームの応援の声がこの両雄に届くことを期待しています。さあ、まずはエールズのキックオフで試合が始まります。そのキックオフをリターンしますベアーズはリターナーを1枚構えました。リターンに入りますのはリターナー6番の選手です。6番は杉田、日本大学出身の今季ルーキーのプレイヤーです。さあ、まもなくキックオフされます。ベアーズリターン、これをエールズがタックルしまして、ベアーズ自陣25ヤード付近からの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃はボールを持った選手が倒れるまでを1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤードを前進し攻撃権を継続するか、相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずはクラブベアーズの攻撃になります。ベアーズ自陣、26ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。まずはランプレーを展開しました。ランニングバックモーションしてきたワイドレシーバー6番にボールを持たせ、左オープンへのランプレーを展開しようとしましたが、これはエールズのディフェンス集まりよく、ゲインはわずか1ヤードとなっています。キャリアとなりましたクラブベアーズのワイドレシーバー6番は杉田、先ほどリターンを決めました杉田がそのまま座りました。クラブベアーズセカンドダウン内、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新の残り距離は9ヤード。さあ、パスが通ります。今度は1点パスプレーとなりました。アメリカンフットボールは攻撃は開始地点から後方より1回だけ前に投げることができます。これを取りました87番がこのパスを取りまして、約8ヤードのゲイン。パスを取りましたワイドレシーバー82番は寺崎、大阪体育大学出身。クラブベアーズサードダウン3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新の残り距離は3ヤード。この距離取れるでしょうか。さあ、今度はランニング枠に渡せ、中央へのランプレー、ゲインはしていますが攻撃権更新になったでしょうか。攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン。エールズのディフェンスの集まり良かったですが、しかしこの残り距離3ヤードを取りまして、クラブベアーズ攻撃権更新になりました。クラブベアーズ1回目の攻撃に戻りまして、ファーストダウン。ボールオンは自陣35ヤードの地点に変わりましてのファーストダウン点。インターセプト、
ホバラベアーズは再びパスプレーでこの攻撃陣地挽回を図りましたが、このパスを取ったのはエールズの8番失礼、エールズの9番の選手、9番そのまま相手ディフェンスを、相手のベアーズ陣を振りほどき、そのままエンドゾーンに駆け込んでインターセプトのリターンタッチャー、なんと守備に回っておりましたエールズが得点しまして、エールズが先制です。リードエフォートエールズ6点獲得。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに挑みます。キック成功、1点追加。リードイフォートエールズ7点、クラブベアーズ0点。まずリードイフォートエールズが先制しました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点となります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点となります。この他自殺点となるセーフティーの2点があり、得点方法はワンプレーで2点、3点、6点、7点、8点となります。この結果、2の倍数、3の倍数、7の倍数の加点方式となり、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。先ほど見事なインターセプトリターンタッチダウンを決めましたのは、リードエフォート9番のラインバッカー、四方、京都教育大学出身のプレイヤーでした。そして先ほど得点を挙げたリードエフォートエールズのキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。したがって得点をされた側は次の攻撃を自動的に得る形になります。さあベアーズリターン入ります。リターンは6番、相手タックル振りほどき、右オープン展開を図りましたが、これは仕留められました。しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。フィールド上に黄色いウエスが落ちますと反則発生を意味します。この反則がどちらかにあったかは審判のコールをお待ちください。パーソナルファン、リードエフォートエールズ4番、グラフィングフェイスマスク、ゴールベッドの地点から15ヤード進みまして、クラブベアーズ、クラブベアーズファーストダウン。ここでクラブベアーズに反則がありました。ブラスティングフェイスマスク、ヘルメットの前にあります保護のためのフェイスガードの部分を掴んで倒したという反則です。この反則は非常に危険な行為として重大な反則に扱われます。スコアボードにミドエフォートを7点を入れてください。この結果として倒れた地点から10ヤードの罰則、したがってベアーズ10ヤード前進してファーストダウンとなります。クラブベアーズ自陣42ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。得点をされましたベアーズ、今度こそ加点となりますでしょうか。2回目の攻撃に入ります。さあ中央へのランプレーを展開しました。まずは密集点にランニングバックを走り込ませてゲインを図ります。このランプレーによるゲインは約3ヤード、ボールを持った選手が倒れたところまでの前進をゲイン、で1回となります。前進をゲイン、後退をロスとアメリカンフットボールは、表現させていただいております。クラブベアーズ3ヤード前進しましてセカンドダウン7、攻撃権更新まで残り距離7ヤード。さあ再び持たせて中央へのランプレー、今度は抜ける、攻撃権更新ファーストダウン。再び中央へのランプレー、託されましたランニングバック26番、相手タックルを振りほどきそのまま大きく前進しファーストダウン。見事なラン決めましたクラブベアーズ、ランニングバック26番は馬渡、大阪経済大学出身。
ベアーズまずランプレーでリズムを取り、相手陣45ヤード地点のところまで進めました。この位置からファーストダウンテン、再び1回目の攻撃に入ります。さあランプレーを続けます。ベアーズ再び中央へのランプレー、これはクラブベア失礼しました、エールズもディフェンス集まりよく、ゲインは約2ヤードにとどめています。キャリアは先ほどと同じく真渡りが務めました。クラブベアーズ相手陣42ヤードの地点からのセカンドダウンセブンに入ります。ベアーズ2回目の攻撃、攻撃権更新、残り距離7ヤード。さあまたも中央のランプレー、しかしこれも確実に出ています。キャリアは48番が務めました。ゲインは約2ヤード。45番は川端、北大津高校出身。さあボールオン相手陣40ヤードからクラブベアーズサードダウン5、3回目の攻撃に入ります。攻撃権の更新、残り距離は5ヤード。攻撃権回数残り2回のうちでこの5ヤード取れるでしょうか。パス成功、ファーストここでクォーターバック8番1点ロングパスを通しました。このパスを取りましたワイドレシーバー6番、飛び込むように前方に体を投げ出してダイビングキャッチして、これを成立させ攻撃権更新、ファースター。見事なパスを投じましたクォーターバック8番は稲葉、京都大学出身。取りましたワイドレシーバー6番は杉田、日本大学出身のプレイヤーです。さあ相手陣11ヤードの地点に攻め込んでのクラブベアーズファースターアンテン、ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクに入ります。アメリカンフットボールは審判の判断で熱中症対策等の利用からクォーターの半分で審判のタイムアウトが入ることがあります。本日はその天候面を考えまして、審判の判断によりクォーターブレイク、ウォーターブレイクが入っている模様です。皆様応援メッセージありがとうございます。木野様、のぞみ様、町尾様、丸山様、ぜひこれからもご声援をお願いしたいと思います。この第一クォーター序盤の状況は攻撃としてはベアーズが展開している状況になっていますが、しかし得点は先ほどインターセプトリターンをタッチダウンを決めましたエールズがリードしています。モメンタム、試合の勢いそのものは今作ろうとしているベアーズですが、状況として得点で不利になっていることを今打開できるでしょうか。状況は相手陣11ヤードの地点となっています。さあウォーターブレイク解けまして、相手陣11ヤードからベアーズファーストダウンテン。さあランプレーで入ります。味方ブロッカーのオフェンスラインマンの壁を押し込んで、ラニバック25番右オフタックル付近を突き、約4ヤードゲインとなっています。ベアーズオフェンスライン陣、ここまでリードエフォートエールズディフェンスを押し込み、ランプレーを着実に積み重ねています。クラブベアーズ相手陣7ヤードからセカンドダウン6、攻撃権更新まで残り6ヤード、そしてエンドゾーンまで残り7ヤードの地点です。さあ再び中央へのランプレー、これも味方のラインマンのプレッシャーがあり、キャリア36番中央突破を果たしました。約3ヤードのゲイン、失礼しました、キャリアは26番のマータリでした。
クラブベアーズ相手陣4ヤードからサーダウン3、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新になるでしょうか、エンドゾーンに届くでしょうか。さあ再び三度ランニングバックに託します。キャリア45番でした。しかしこれはエイズディフェンス上がりよく、ゲインは1ヤードにとどめています。フォースダウンに入ります。さあクラブベアーズフォーメーションを変えまして、フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キック成功、3点獲得。クラブベアーズまずフィールドゴールで3点を返しました。クラブベアーズ3点、リードイフォートエールズ7点。さあ両者攻防、特にベアーズのオフェンスがまずは、機能しまして、フィールドゴールという形で1点試合を、加点する形になりました。しかしその最中に、リードイフォートエールズがインターセプトリターンタッチダウンを決め、得点としてはエールズがリードしている展開となっています。この配信は X3 ウエスト全13チームの協賛企画によって実現しております。現在画面に映し出されている方々のお名前は、この企画に協賛いただけた方のお名前になっています。皆様ご協賛ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。この配信にあります概要欄にあります申し込みの URL をクリックしていただきますと、この企画に参加することが可能になっておりますので、もしその意がある方がおられましたら、ぜひご協力をお願いいたします。そして試合はベアーズのキックオフで再開となります。さあエールズがリターンします。このリターン19番抜けます。相手ディフェンスの隙間を縫うようにエールズ19番自陣35ヤードを超えたところまでリターンしました。見事なリターンを決めましたリードエフォートエールズ19番はサコン、摂南大学出身。さあこの位置から自陣36ヤードからエールズ反撃に入ります。まずエールズこの試合最初の攻撃に入ります。ファーストダウン10、ここでまずランプレーを展開しました。ランニバック24番にトスをしまして、左オープンへの展開、大きなゲインとなっています。ここでホイッスル、レフリータイムアウトです。レフリータイムアウト、プレイヤーの負傷のためのタイムアウトになります。先ほどのランプレーで攻撃権更新となりました。リードイフォートエールズファーサー、見事なランプレー決めました。リードイフォートエールズ24番は小林、京都工芸繊維大学出身のルーキープレイヤーです。エールズ自陣47ヤードの地点にまで前進しまして、ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。パス成功、パス不成功です。クォーターバック11番プレッシャー浴びながらランニングバック22番へのパスでしたが、22番これをマフし、パスを確保できませんでした。パス不成功によりパス、セカンドダウンに変わります。アメリカンフットボールの前パスは失敗しますと元の地点に戻され次の攻撃となります。
投じましたクォーターバック11番は井原、京都工芸繊維大学出身のこちらもルーキーのプレイヤーです。エールズセカンドアンテン、ボールオン自陣47ヤード、スナップベース、これをランニング枠24番が過労して抑えましたが、しかし陣地大きく下げる形になりました。エールズ大きく後退しまして、自陣35ヤードからサードダウン22の状況となります。パス不成功、ここでクォーターバック11番パスを投じましたが、あわやインターセプトになるところでした。しかしこれをベアーズの33番確保できなかったため、パス不成功という形で終わります。パス失敗でフォースダウンとなります。インターセプトなりませんでしたが、見事のカバーしましたのはクラブベアーズ33番の畑、関西学院大学出身、そしてかつて関西においてその名をとどろかした加古川オズダスのメンバーです。エールズここはパントをします。しかしスナップ乱れ、このパントは、うまくいかず、ハーフウェイを越えたところでボールデッドとなりました。パーソナルファーラヒムがキッカー、ホワイト26番、ここで反則が発生していました。フロムですから、ディフェンス側ベアーズ側の反則です。ラフィングザキッカー、蹴り終わった選手への不正なヒットです。このヒットは非常に危険な反則として扱われます。15ヤードの抜体、したがってエールズ15ヤード前進し、フォースダウンのやり直しという形になります。失礼しました、15ヤードの前進で、しかもこの反則はオートマチックファーストダウン、残り距離に関係なく自動的にファーストダウンと変わります。したがってエールズハーフウェイからファーストダウン10に入ります。エールズ先ほどの反則で一旦は手放した攻撃を再び手に入れることができました。さあこのチャンス生かせるでしょうか。まずはランプレー、右オープンに展開します。たくさんいましたキャリア24番、トスを受けて右オープンを走り、約8ヤードのゲイン、キャリア24番は小林、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。さあエールズ相手陣42ヤードに入りましてのセカンドダウン今度は中央へのランプレー、キャリアは22番、相手タックルを受けながらセカンドエフォートで攻撃変更シーン、ファースター、キャリアを務めましたランニングバック22番は山下、摂南大学出身、そしてチームの代表の兼任プレイヤーです。代表が自らボールを持ち、相手を駆逐してそのまま攻撃変更シーンを獲得しました。第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、リードヒョウトエールズ7点、クラブベアーズ3点、両攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。